お客様、列車が通過します。黄色い線の内側に下がってください。お客様、危ないですよ。下がってください。ちょっとお客様、なんすか？危なかった。今電車が後ろから接近してたんですよ。僕のアナウンス聞こえなかったですか？あ、すいません、音楽聞いてて。音楽を聞くのはいいですが、ちゃんと安全な場所で聞いてください。でも別にホームにいたらぶつからないっすよね？確かにぶつかることはありません。ただ電車が起こす風の影響で引き込まれる恐れがあるんです。電車に当たったら命を失いますよ。そうだったんですね、知らなかったです。だからこそ黄色い線の内側を歩いてください。わかりました、助けてくれてありがとうございました。次はないですよ。自動改札よし、マルスよし。先輩、じゃあシャッター開けてきますね。おー、頼んだぞ。あれ、宮本まだ起きてないか？え、本当ですか？ちょっと見てくるわ。宮本、起きてるか？え、あ、やばい、今何時？宮本急げ、気象遅延起こすぞ。すいません、すぐ行きます。おはようございます、今起きました。遅かったな、5時21分。1分の遅延だ。すいませんでした。鉄道員はな、1分でも遅れたら事故になるんだぞ。はい。宮本、酒飲みすぎても遊びすぎてもいいけどよ、鉄道員なら時間だけは守れるようになれよ。わかりました。俺からは以上。じゃああとは地獄の駅長面だ。頑張れよ。はい。駅員さん、精算お願いします。どちらからお越しですか？浜松からです。今の新幹線で来たんですよね。はい。なるほど。お客様はスーパーマンか何かですか？え？何がですか？今到着した新幹線で来たとあなたは言いましたよね。ああ、はい。今到着したのは新幹線光。つまり新横浜を出たらここ豊橋まで止まらないんですよ。え？ということはお客様、いや犯人さん、あなたのやったことは不正乗車になります。すいませんでした。事務室へお願いします。おい、また JR 遅れてんじゃねえかよ。どうなってんだよ。申し訳ございません。謝ってばっかりないで説明をしろよ。ああ、眠いので。はあ、いや今日は眠いので全面運休となります。何言ってんだよ、ふざけてんのか。本気です。鉄道員はとにかくいつも眠いんです。最近は異常時も続いて特にみんな寝不足なんです。お前じゃ話になんねん、上のやつ呼べ。いや寝てますよ。はあ、この駅で起きているのは僕だけですよ。上の人はぐっすり運休中です。たんか話になんねえわ。じゃあそういうお前は寝ないのかよ。お客様みたいな人がいるから寝れないんですよ。お願いです、帰ってください。すいません金さん、どうされましたか？遅延証ください。ではこちら45分の遅延証明書です。ありがとうございます。はい、じゃあこの公式に当てはめて解いてみてください。おはようございます。村田、どうした？電車の遅れです。はあ、電車が遅れてるのはいつ知ったんだ？いつも早めの行動が大切って先生言ってるだろ。すいません。こうしてる間に村田だけみんなに置いてかれてるんだぞ。はい、遅刻扱いにしとくからな。先生やめといた方がいいっすよ。なんでだよ、知らないんすか？村田のお父さんって。どうしたんだい？村田校長。駅員さん、どうされましたか？うん、うわ、何するんですかお客様。うい、うわ、ちょっとお客様。ちょっとお客様、警察呼びますよ。ちょっと駅員さん、よく見てくださいよ。え、豆？今日は節分じゃないですか。最近 JR も事故が多いので豆撒いてあげたんですよ。あ、そうだったんですね。ただ駅は私たちがやりますので大丈夫ですよ。いいですよ、駅員さんたち忙しいじゃないですか。僕がやっときますよ。いやいや大丈夫です、まだ他のお客様もいますのでやめてください。そんな遠慮しないでくださいよ、僕いつでも暇なんで。本当に大丈夫ですよ、自分の家でやってきてください。家はとっくに終わってますよ。じゃあ次、西口も撒いてきますね。お庭外、まもなく閉まります。安全よし。はあ、じゃあちょっと休むか。寒ー。ん？寒すぎる。お兄ちゃん、次の新幹線まで30分あるよ。ちょっと早すぎましたよね。そこじゃ寒いからこっち来いよ。え？入っていいんですか？バレなきゃいいんだよ。コーヒー飲むか。え、あ、ありがとうございます。ここではな、次にどの新幹線が来るか、遅れはないかとか、いろいろと情報がわかるんだよ。よくわかんない数字が並んでますね。これはな、列車番号だよ。次に兄ちゃんが乗るのは731へってやつだな。こんな風に管理されてるんですね。そうだよ、
こうやって人の目には見えないところで電車は管理されて、お兄ちゃんたちを安全に運んでるってわけだ。鉄道はな、チームプレーなんだぞ。なんかかっこいいですね。僕も入れてくださいよ。入るか？上智になった俺は怖いぞ。やっぱやめよう。こちら新大阪までの切符ですね。ありがとうございました。ふぅ、終わった終わった。すいません、まだやってますか？あー、ちょうど終わってしまいました。金さん、お願いします、切符を作ってください。そう言われましても。実は明日大学受験があるんです。朝一の電車で行かないとなので、切符を買う時間がないんです。お願いします、金さん、作ってください。特別ですよ。ありがとうございます。どちらまでですか？京都までお願いします。かしこまりました。往復自由席でよろしいでしょうか？はい、お願いします。お待たせしました。こちら京都までの受験必勝切符です。ありがとうございます。これを握りしめて行ってきます。頑張ってください。はい。ついでに定期の更新もいいですか？ずうずしいな。はい、それともう一点連絡がありまして、明日の避難訓練なんですけど。長すぎる。あと3分で終わらないと、4時電で帰れない。ということで、忘れずに雑巾ちゃんと持ってきてください。はい、じゃあ帰りの挨拶お願いします。よし、帰れるぞ。あ、ごめんごめん、ちょっと待って。みんな、嘘だろ。この間やったら体力テストの結果が来てますので、これもらった人から帰ってってください。ふざけんなよ。名簿順で呼ばないでくれよ。はい、相川。終わった。渡辺って名字変えたいわ。はい、最後渡辺。はい。やばい、もう無理か。車掌さん、もう一人来ます。はいよ。駅員さん、間に合います？間に合いますよ。なので慌てず行ってください。ありがとうございます。兄ちゃんって10人目だよ。学校で何かあったか？ちょっといろいろと。でも助かりました。それでは動画閉まります。駅員さん、神ってる。駅員さん。はい、どうされました？今切符買ったら、切符の下のところに3って書いてあったんですけど、これ何ですか？こちらは切符を発行した会社の番号でございます。会社の番号？はい、3というのはここ JR 東海の番号でして、他にも1から6まで番号が会社ごとに振り分けられているんですよね。そうだったんですね。ちなみに1はどこですか？ JR 北海道です。え、JR って北海道にもあるんですね。もちろんです。四国にも九州にもありますよ。そうだったんですね。てっきりこの番号、僕の出席番号だと思いましたよ。あ、3番なんですね。いや、18番です。なんで？すいません、銀さん、ここまでお願いします。はい、かしこまりました。読めないよこれ。キレンウリハ、ドラゴンボールの技ですか？キレンウリハまででよろしいですか？キレウリ割です。キレウリ割、最後割って読むんだ。すいません、銀さん、ここまでお願いします。はい、かしこまりました。また来たよ、難読駅。安い足の間、なんか失礼な駅だな。まあそのまま読んでみようか。アンアシカンまででよろしいですか？アンタロマです。アンタロマ。すいません、銀さん、ここまでお願いします。はい、かしこまりました。はー、いかつい漢字出てきたな。わは読めるんだよな。わ、わ。わこまででよろしいですか？ワニです。ワニ。